久保さん、もう1万円稼いだらしいじゃないですか。おめでとうございます。多分ね、僕のあのチャリーは30万なんで、おそらく、まあ、30万以上は多分利益出していただけるんじゃないかなと思います。もう僕横展開しますんで、まあ、チャリンコもね、あのー、いろんなキーワードあるわけですよ。ま、あのー、まあ、空気入れから、あと、まあ、チャリンコのギアも変えるってなったら、そのギアの話だったりとか、あと、サドルとかね。 ペダルとか、あとはハンドル、グリップとかね、もうね、ライトとか、もうめちゃくちゃ細かいその関連キーワードが付随してくるので、だからまああの、セルシオ、納車、セルシオ、走行、乾燥、セルシオ、ん、中高とかね、セルシオ、今とかね、もうほんとセルシオに関連するこのキーワードっていうのがもうめちゃくちゃあるわけですよ。 うん、だからその、なんだろうな、あの、キーワードの横展開ですね。そう。まあ、あの、うん、この、なんだ、横に広げるみたいな、億万ャ者でも出たと思うんですけど、キーワードをこう、広げ、横にこう広、関連キーワードですね。えー、をお、知っているというかね、その仕組みを知っていると、まあ、ありとあらゆる角度、切り口で関連キーワードねまあ、久保さんが持ってるのはセルシオ一体なんだけども、セルシオ一体に対して、あの、 100本でも200本でも動画撮れるわけですよ。その関連キーワードを知っていればね。そのやり方を知っていればね。久保さんもそれ知ってるので、もう無数にね、セルシオのありとあらゆる角度からキーワードを入れてぶち込んで動画撮れるんで、まあ、セルシオで検索したら、まあ、久保さん必ず出てくるんじゃないかみたいなね。<laughs> ポジショニング撮れるんじゃないかなと。で、少なくてもセルシオっていうのは結構有名な車だったし、まあ今は現行セルシオないですよね。あるのかな。わかんないですけど。 多分まあ、あの、あと10年、20年は持つんじゃないですか、セルシオに関しては。まあ30年後もね、あんな車あったっていう古い動画ですよね。例えば、ハコスカ。ハコスカなんかは、ハコスカ GTR なんかもう30年前か40年前ぐらいの車だと思うんですけど、いまだにね、アクセス稼いでますから。<laughs> なんかある程度有名な車。 まあ有名な車じゃなくても、ある一定のアクセサー取れると思うんですけど、まあその歴代のなんか有名な、トヨタだったセルシオっていうのはすごく有名だし、あとセンチュリーもね、結構有名で、マニアックですけども、有名ですし、センチュリーまだあんのかなうん。なんかそういうね、あのー、ものをね、所有して、なおかつ、キーワードを、関連キーワードをやるといいんじゃないかなというところですね。だからまあ、 うん一つの買い物をするときの横展開ですね、本当にうん。もう買う前提という、買うというよりかは、それで稼ぐ前提ですよね。稼ぐ前提で、稼ぐ前提で買うっていうのがいいんじゃないですかね。いってらっしゃい。